よし、焚き火を始めたいと思います。じゃあまずはこのスターターセットちょっと使いたいと思います。やってみます。ちょっと今日つかないみたいですね。じゃあライター使います。着火剤をね使ってもいいんですけど、着火剤を使うとちょっとアウトドア感がしないんで、小枝から燃やしていきたいと思います。小枝からね燃やすことでね、ちょっとずつ火を大きくしていきたいと思います。昨日は雨が降ってたんで、ちょっと気が燃えにくいかもしれません。気が燃えにくいかもしれないんで、ちょっと気がつくでしょうか。ちょっと消えちゃいましたね。もう一度やってみましょう。本当は大丈夫だと思います。火がつくまで、落ち着くまではね、あんまり吹いたりしない方がいいんですよね。小枝にね燃え移っていくと、あとは、少しずつ、こういう枝を燃やしていきます。いきなりねこういう太いの入れちゃうと着火しないので、こういう細い枝から、山組にというか縦に積んでいきます。これでね、杉の木があったりすると、杉は油含んでいるので、本当燃えやすいです。燃えやすいんですけど、ちょっと今日杉の木がすぐ手に入らないので、普通の小枝にしています。だんだんついてきましたね。だんだんついてきました。この火をちょっとずつ大きくしていきたいと思います。はい、小枝からです。細い枝からいきます。結構ね、火のこの炎を見てると落ち着くんですよね。昨日ちょっと雨降りだったので、なかなか木が湿ってますけど、まあ結構皆さん焚き火の撮影とか見て家で勉強してるんですけど、子供と見てますが、
雨の日でもね、焚き火を楽しみに、で、雨の日の焚き火されてる方結構いらっしゃいますね。はい、はい、こうして燃えてきました。このね、小枝でも十分ね、お湯が沸かせるんですよね。はい、ガス使わなくても、燃やすこと可能です。ちなみにこれ、ジーパンみたいな生地のズボン履いてるんですけど、本当は、シャツとかもね、木綿の生地の方がいいです。もし燃え移ったりすると大変なことになりますので、基本は焚き火はジーパンとかそんな履いてます。この火が燃えていくのを見ていると結構なんか疲れが飛んだりね、しますよね。不思議です。で、この今音がしてるんですけど、ジューって音がしてるのは木に水分が含まれてるんで、それが蒸発している音なんですよね。はい、まあ、周りは、山に囲まれて、緑も、あるとこですので、結構、落ち着くような場所です。はい、もう一回戻しますね。はい、じゃあちょっと火を、楽しんでください。じゃあ少しずつちょっと太い枝を、入れていきたいと思います。で、太い枝入れる時も真ん中から折るとこういう風に見えますでしょうか。細い部分がこう割れたところが細くなるんですよね。こういうところをこう入れると、すぐに燃え移ります。こういう風に、はい、だからこういう、丸いままというか、はい、でなくて、こう折った状態で入れると、火のつきが良くなりますね。はい、それと炎は、中の温度も熱いんですけど、その炎の上の部分、この部分ですね、上の方が熱いので、できるだけ火の根元じゃなくて、上の方になるように、枝は立てながら入れていきたいと思います。はい、で必ず火傷しないように、軍手履いてます。はい、ビニールの手袋は、燃え移ったりした時に、大火傷、事故につながりますので、必ず布の、軍手か、あと、革の軍手ですかね、ありますけど、それを使えばどうかと思います。はい、だんだん燃えてきました。大きい枝を、太い枝を燃やしていくのもいいんですけど、こうしてね、細いのを1本ずつくべていくっていうのもいいかと思います。燃えてきましたね。このパチパチっていう音がね、いいんですよね。じゃあこれでだんだんと燃えてきましたので、一旦ここで、ちょっと空気を入れてみましょうか。はい、もう口で吹いただけですけれども、もう中の方がね、だいぶ火がついてきてますので、これで今からお湯を沸かして、ラーメンなんかを作りたいと思うんですけど、
はい、でそんな感じで火を大きくしてきました。はい、ありがとうございます。